感覚が潰れている領域がある気はする。推理小説を、犯罪はバレる、その定時、だとして。幼女を誘拐し強姦するまでを現実的に描くそれは、同じ話だろうか。前者、それが許されるなら、後者も許されるのか？ただ、ここ、にそういう話はできない。注意書きと、料理のレシピを混同して何の疑問も持たない、そういう価値観の変化、それは。前に浮かんだ、どんどん切り捨てて再構成していく、その様と、あるいは機械？ガンダムが許されるならこれだって許されるでしょう？戦争で都市が破壊され人々が死んでいく物語と、女性が誘拐され輪姦された末に殺される話と、あるいは、リアル、という観点でベクトルは同じかもしれない。テレビを中心にした創作領域は、かなりの、破綻、を作ってしまったわけだが、その辺も、どうにもならない？